ビン・ヘイケンは、韓国出身の元プロ野球選手。2006年にトサンベアーズに入団。主にダイソーとして80試合に出場し17、盗塁を記録。2007年には119試合に出場するも、翌2008年は、太もも打撲と、右手親指骨折で87試合の出場に、とどまる。2010年から2012年までは兵役につき、2012年10月に、 復帰した。2013年は2番右翼手としてレギュラーに定着しチームトップの打率を記録。2014年にはファン投票でオールスターに初出場。リーグ3位の162安打を記録。9月に開催された2川アジア大会の野球韓国代表に選出された。同大会では韓国の優勝に貢献した。2015年はオフの10月7日に 1> 第1回 WBSC プレミア12の韓国代表に選出された。2017年はシーズン開幕前の3月に開催された第4回ワールドベースボールクラシックの韓国代表に選出された。オフの11月に初めてフリーエージェント権を行使し、ロッテジャイアンツと4年総額80億本で契約し移籍した。彼の保証選手には白道君が選ばれた。 2019年はオフの11月に開催された第2回 WBSC プレミア12の韓国代表に選出された。2020年は軍から除隊された2012年以来8年ぶりとなるシーズン100アンダー未満だった。2021年1月に脳動脈瘤の手術を受けた。同年9月26日に治療に専念するため現役引退を発表した。 2015年5月27日の土産対 NC 大ノス戦において NC の先発エリック・ハッカーの死球に誤再現が激怒したことに始まる乱闘騒ぎが発生し無関係だったはずの彼はどさくさ紛れに相手選手にボールを投げつけたしかし審判団はこれを町民広氏の行為と判断して町民広氏に退場を宣告後日真相が 明らかになると、町民広氏の疑惑が晴れると同時に、彼には出場停止3試合、社会奉仕活動40時間、罰金100万ウォンの罰が科された。ありがとうございます。